一番最初、なんだっけ、リアルジャパンね。まあ、俺お願いして、先生にお願いして、なんとかお願いしますって。それいつの話なんですか、そもそも。もう20。幸男さんが、もう本当に。そうそう、20歳ぐらいかね、20、もう今27になってるからね、もうだいぶ前の話だよね。先生にじゃあお願いしますと。うん。で、まあだから、本当に練習させたら、本当に地獄の練習。はまあついていけないなと思ってたし、まあどうなんかなと思って、一応まあでもプロレス俺はもう素人だから、もう佐野先生にもう任すしかないと思って。でもその時にこうあんまりこう、まあ、力もなかったし、でもこうまあその時にこうちょっとがんみたいな形のがんもどきみたいなで、それでちょっと一時危ないみたいな形。それも先生ですか？いやいや、うちの子供がね。幸男さんが？うん。ちょっとがんみたいな形になったんで、まあそれだったらもうしょうがないなって、あんまり練習できなくて、でもう2、3年そういうようながんだからもうじっとしてたような形で。試合数も少ないし、でもまあでも佐間先生にはでも心を教えてもらったと思うよね。イズムというか。うん、心ね。だから。先生のことを一切悪く言わないし、もう今でも感謝してるぐらいしか言わないしね。藤原先生とか佐間先生のことは。で結局まああんまりもう先生もあんまり本気でプロレスもうそこまで考えてなかったし、まあじゃあって言って年間まあ100試合ぐらいやれるその DDT っていうところに。だからそれ高木さんっていうのが。俺より一つ下で、その社長でいんのね。DDT って。で、まあ、お金出してのサイバーエージェント。あ、藤田さんがお金出してる会社があってんで、そこにじゃあ、移籍変わるってなって、俺は先生もだって変わるってなっても、こんな、あ、もうそれだったら試合いっぱいある方がいいねって、そういうふうに、変わった方がいいよ、みたいな。ああ、それは快く。これだから俺も分かんないから、そのしきたりとかも、そのプロレスのしきたりとかもあんまり分かんないから、一応それ聞いてで行って、ほんで DDT に DDT に行ったけど、だからもう体つきはまだ全然ダメだなと思って。でタカちゃんって俺と同級生で、そういうグラッピングって言って、グラッピングやってるその世界チャンピオンの。それはもうその筋トレとかも教えたりしてくれてるから、タカちゃんにじゃあ週にだから2回か3回だからトレーニング、はい、見てくれと。お金全部俺が出すから、やってくれと。だから2、3年で体つきは変わってくれ、変わるように、でまあ本人もだからやりたいって言って、だんだんだからまあそういうふうな形でちょっとずつ、体つきも変わってきて、体つきもだいぶ変わってきて。良くなってきて、でやっとだから今の本当にやりたいなっていうような18区の形になってきたから、これから本気になってきたら、まあちょっと年はちょっとやっぱだいぶ変わっちゃったけど、もう年はだいぶもう取っちゃったけどね。でもこうガラッて変わるチャンスあるよねって。体も大きいし、ちょっとまあ遠回りしたけどね。本人はだからやっぱ2番目3番目4番目がもう相撲取りになるって言って、自分一人だけがポツンっていたのがなんか焦った気持ちもあったんだろうしね。それでプロレスやるって言って、どうしても相撲好きになれなかったって。まあ一番長男だからもうね、相撲やれって言って俺がうるさく言ったのもやっぱり良くなかったのかもしれないし、でまあプロレスやりだして、今まあ高木さんが結構こう試合にどんどん年間もういっぱい出させてもらって、やっぱ数こなさないとああいうプロレスっていうのはやっぱできないから。一番初めに相撲を断念してプロレスやりたいって親方に相談があったんですか？そう、18歳かな19ぐらいに。それで親方がじゃあ佐山先生のとこ行くのがいいって言って、佐山先生しか知らないから。ああなるほど、鬼田さんとこ行ってもね、有志ですみたいな、バカかみたいになってますだからその時知らないから。ああ、じゃあ本当に佐山先生とのつながりだけで、でそれでもうお願いして、はい、じゃあ大丈夫だろう。人間佐山悟がまあ好きだから、それで、ね、その練習内容とかそういうのはわかんないけど、人間狭山悟が好きだから、それで預けた。まあだから、一興にしてみれば、まあね、先生を尊敬してるわけだし、タイガーマスクを尊敬してるわけだし、まあ、そこは変わらないから、まあ、それはそれでね、うん、もう感謝こそあれ、ね、そんな、もう悪口なんか言ったの一回も聞いたことないし、そこはね、良かったなと思って、まあ、ちょっと遠回りしたろうけど、でもまあそこはそこで本人は多分プラスになったんじゃないかなと思って、もう性格もガラッと変わったし。どういう方向性で変わったんですか？やっぱね、やっぱこう喋っていく上でね、はい、うん、まあなんかこう、まあ今は給料は少ないけどね、やっぱそこはだからもう昔に比べたらやっぱりそれに対しての感謝の気持ちとかも、うんちゃんとやっぱり出てきてるし、ね、なんか一度高取部屋も出てもらったじゃないですか。なんかやっぱちょっとトーク面白かったですよね。トークはダメだけどでもなんか、親方に気使ってるんですけど、うん、一言一言ポロっていうのがまあトークはダメだろうけど、でもまあでもこうまあ狭山悟預けてよかったなと、まあ変わったけどね。